残留日本兵とは、第二次世界大戦の終結に伴う、現地除隊の後も、日本へ帰国せずに現地に残留した、大日本帝国軍の将兵を指す。アジアや太平洋の各地に駐留した、旧日本軍将兵は1945年8月の終戦により、現地で武装解除、除隊処分とされ、日本政府の引き上げ船などで、日本へ帰国し復員した。 しかし、その一方で様々な事情から連合国軍の占領下に置かれた日本に戻らず、現地での残留や戦闘の継続を選んだ将兵も多数存在した。終戦を知らされず、あるいは信じず現地で潜伏し作戦行動を継続したもの第二次世界大戦後、欧米諸国の植民地に戻ったアジアの各地で勃興した独立運動に身を投じたもの 市街地への空襲や原子爆弾による日本本土の惨状を伝え聞き、家族の生存や帰国後の生活を絶望ししたり、福音戦は撃沈されるというデマを信じた者日本で、先犯として裁かれることを恐れた者。現地語の話者である、あるいは土地勘や知恵があり、福音するよりも現地社会で生きていくことを望み、残留した者。義士やビジネスマンとしての才覚を変われ、 現地政府に招兵を受ける、あるいは反強制的に現地に留め置かれる形で残留したもの。その他、多くの理由により、日本本土への帰国を断念し、現地にて生活基盤を築くことになった。大阪経済法科大学で教鞭の傍ら研究、執筆活動を行っている、林英一は、残留日本兵の総数は、各国合計で約1万人であったとしている。 2021年現在、確認ができる中での世界の残留日本兵は帰国、もしくは現地での死去が原因で、数が大幅に減少しており未だに残留を続けている人物はほぼ皆無に等しい状態である。中国大陸では残留日本軍が非軍人の在留日本人と共に、多数が国民党軍や共産党軍に参加し、約5600人が国境内戦を戦った。 三省省では国民党軍に軍人、非軍人合わせ約2600人の日本人が参加し、終戦後も4年間にわたり戦闘員として戦った。また、八祖寺軍支配地域では、急に本陸軍の飛行隊長をはじめとする隊員300名、あまりが共感となってパイロットを養成、総勢で約3000名の日本人が参加した。 第二次世界大戦終結後、スカルノが独立宣言をしたにもかかわらず、旧宗四国のオランダが再植民地化を試み、イギリスなどの支援を受けてインドネシア独立戦争が勃発したインドネシアでは、日本軍から多くの武器が独立派の手に渡り、旧日本軍将兵が独立軍の将兵の教育や作戦指導をするとと,ともに、自ら戦闘に加わるなどした。 独立戦争の終結後、インドネシアでは多くの元日本兵が独立戦争への功績を称えて除君されている。インドネシア残留日本兵は記録の上では総勢で903人とされている。インドネシア残留日本兵が作った五助組織福祉友の会は日本に留学する日系インドネシア人学生に奨学金を与えるなど、 日本とインドネシアの架け橋としての役割も果たした。元残留日本兵は毎年行われるインドネシアの独立式典にも呼ばれているが、死亡したり、高齢で体調が悪化したりなどで参加者は減っていき、2014年の式典には一人も参加できなかった。2014年8月25日、小野星が94歳で死去した。小野は行方不明者を除くと、 最後の残留日本兵とされていたが、ロシアの田中昭雄氏が発見され歴史は塗り替えられた。これで所在が確認できるインドネシアの残留日本兵は全員死亡もしくは帰国したとされる。尾のの葬儀はインドネシア国軍が取り行い、棺にはインドネシアの国旗が被せられ、カリバタ英雄墓地に埋葬された。フランスの植民地支配下に戻ったベトナムでは、 700人から800人の日本兵が残留するとともに航空機や戦車をはじめとした兵器が残され、ベトナム独立戦争中の1946年に設立されたクアン外陸軍中学などいくつかの軍事学校で旧日本陸軍将校、歌士館による軍事教育が行われた。ベトナム独立戦争に参加して戦死した旧日本兵には列車墓地に検証されているものもいる。 日本に帰国した日本兵の一部には後に、ベトナムから勲章を授与された者も,もいる。また日越貿易会や日本、ベトナム友好協会などの団体を設立し両国の友好関係を続ける。フランス領インドシナの構成国であったラオスやカンボジアでも残留日本兵は存在したが、ベトナムに比べればその数はわずかであるとされている。第一次世界大戦後、 日本の委任当治領となった北マリアナ諸島サイパン島北方のあなたン島に駐在していた軍人や民間人数10人が終戦後にアメリカ軍から拡声機で終戦の通告を受けたもののそれを信じずそのまま自給自足の生活を続けまたその後彼らの存在を忘れたアメリカ軍はそのまま放置した後に島に残った一人の女性をめぐり残留者同士で殺し合った後 1950年6月と1951年6月にアメリカ軍に救出されるまで在留を続けた。マラヤ共産党による英国に対する独立闘争に共感した者や捕虜収容所から脱走した者を中心に約200から400名が残留日本兵となった。マラヤ共産党やマラヤ民族解放軍に参戦した、これらの残留日本兵の闘争記録は インドネシア独立戦争に参加したものの記録と比較して体系だった研究や資料がなされた例が乏しくその実態は明らかになっていないことも多いインパール作戦の激戦地であった対面国境地帯には配送中に部隊から落語あるいは逃亡し行方不明となった末に現地に定住したりビルマの建との水島上等兵のように戦友の 異例のために現地に泊まる形で残留日本兵が約1000名発生した。これらの残留日本兵の記録は2009年に松林王子によりドキュメンタリー映画花と兵隊にて取り上げられたが同年1月26日に藤田松吉10月26日に中野屋一郎が相次いで逝去したことで同国の残留日本兵は一人もいなくなった。 中野を題材とした著作、帰還せず残留日本表録例目の証言を表した、青沼洋一郎によれば、青沼が2005年時点で取材したアジア各国の14人の残留日本兵は、2014年にインドネシアで、オノが生協した段階で生存者が一人もいなくなったという。上記の太平洋戦争における日本の敗戦に伴い発生した事例とは異なり、 ソビート連邦やモンゴル人民共和国には太平洋戦争勃発以前から残留日本兵が存在していた。そのほとんどはノモンハン事件の際に捕虜となり共産主義に転向したり現地のロシア人女性と結婚するなどして共産権の民として生きることを決意した者たちであった。シベリア抑留の折に少なからぬ抑留日本兵がこうした残留日本兵に 遭遇しており、抑留日本兵の中からも共産主義に転向してそのまま現地に残留する者も現ああれ、最終的に約800名が残留日本兵となった。2017年に確認が可能な最後の残留日本兵、田中昭雄が72年ぶりにロシアから帰国した。残留した現地に同化した者や独立運動などに参加した者の他に、 ジャングルなどに潜伏し終戦を知らずに戦闘を継続した日本兵も存在しており、アメリカ合衆国領グアム島に1972年まで潜伏していた横井正一軍僧やフィリピンルバング島に1974年まで潜伏していた小野田博士郎陸軍将位らの事例がある。近年でも終戦を知らずにジャングルの奥地で身を潜めている残留日本兵発見の情報が インドネシアやフィリピン等の旧日本軍が展開した地域で流れることがあるが大半の情報は不確かで真実がはなはだ疑わしいとされる。こうした残留日本兵をめぐる報道で特に著名なものは2005年5月27日フィリピンのミンダノ島に旧陸軍第30師団に所属しフィリピンの戦いで戦死したとされていた二人の日本兵及び 戦後二人の主人として現地で活動していた旧陸軍軍医の計算名が生存していると大々的に報じられたものである。現地に出入りしていた複数の日本人が仲介役となって日本大使館に伝聞された。この情報は最終的に生存の未確認情報が57人にまで膨れ上がったが、現地はモロイスラム解放戦線や新人民軍の 活動地域で詳細な調査が困難であった上に、日本人仲介者に最初に情報を伝聞した複数の現地人仲介者の信憑性に疑義が示され、その後の調査でも本人への面会も含めて何の証拠も出なかったために、大使館員や厚生労働省の担当者は現地ジェネラルサントスを引き上げ、報道も収束した。前日の通り、 インドネシアは2014年のオノせの死去で公式には残留日本兵は一人もいなくなったとされており、フィリピンでは山下財宝や M 資金などの詐欺や残留日本人と主張する現地人の国籍認定問題と関連する形で残留日本兵の未確認情報が氾濫しているとされるが、在費日本大使館は2015年現在もわずかでも残留日本兵の情報があれば、 その都度調査を行っているという。なお、厚生労働省は残留日本兵になったと推測される戦死記録がなく、引き上げを含む戦後の消息が正確に確認できない元日本兵が2005年4月時点で21人いたとしており、内訳は中国16人、旧ソ連2人、カラフト、ビルマベトナムが各1人とされていた。フィリピン防衛戦の結果、 1945年2月にフィリピンのほぼ全域がアメリカ軍の勢力圏に戻ったが、その後も相当数の日本軍兵士がゲリラ戦及び重宝を目的にフィリピンの各地に残留した。同年8月に日本が無条件降伏したことを知らされなかった兵士の多くがその後独立したフィリピンの各地で戦いを続けた。しかしその後、終戦を知り、 フィリピン軍や警察に投降したり、銃撃戦の末に射殺されたりして、数が減っていき、1974年3月10日に、最後まで残った、小野田博士郎が、元上官からの命令を受けて、フィリピン軍に投降しその後帰国した。ミンダナオ島では、2005年5月の残留日本兵騒動以前により、複数の残留日本兵の未確認情報が現地で噂されており、 1972年8月と1973年11月の二度に、渡り、厚生省の調査班が、現地に入り調査を行ったが、結局発見には至らなかったという経緯があり、一般には、最後の日本兵ともあだなされた、小野田の帰還をもって、フィリピンには残留日本兵は存在しなくなったと、みなされている。1944年8月に行われた、グアムの戦いで、 グアム島はアメリカの手に戻ったが、その後も生き残った一部の兵士は山中に撤退し、アメリカ軍に対してゲリラ戦を行っていた。しかし、1945年8月に日本軍の無条件降伏したことを知らされないまま残留した兵士もいた。その後彼らはジャングルや竹藪に自ら作った地下壕などで生活したが、病気や現地の警官との銃撃戦などで、 数が減っていき、最後に残った横井翔一が1972年1月24日に発見され、同年2月2日に満57歳で日本に帰還した。ありがとうございます。